横山総一は、日本の実業家。元東京銀行頭取、会長。1938年、旧正東京商科大学卒業。山陽証券社長の土屋洋三郎、新日本証券社長の高尾館、三井不動産社長の坪井東、鹿島建設副会長の原明太郎、松田会長の岩沢昭二、丸井今井社長の今井道を、 日東製門社長の小林正雄一橋大学学長の小泉明らとともに大学の同期会を結成1968年に大倉省を体感した柏木雄介を副頭取として招いた東京銀行頭取として日系企業の海外進出の支援や国外での新時系トローン等に力を入れ1976年には シンマーマンアルゼンチン中央銀行副総裁との間でアルゼンチンに対する7500万ドルの真珠系トローンの契約を締結。1977年にト取ドリを退任し会長に就任。公認ト取ドリは柏木雄介。1982年に相談役就任。経団連国際金融委員長等も務めた。 1985年6月18日文京区の東京日立病院で死去。去年70。1988年5月13日。日本経済新聞1986年10月1日。日本経済新聞1976年12月8日。日本経済新聞1977年5月9日。日本経済新聞1982年3月13日。 日本経済新聞1982年6月23日日経産業新聞1985年6月19日日本経済新聞ありがとうございます。